はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。もうすぐ5時ですね。4月は9日の木曜日でございます。火曜日でございました。はい、もうね、毎日ここに来て喋ってるだけなんで曜日の感覚はないんですよね。ただ電車の混み具合とかですね、マーケットが開いてる開いてないでですね、ウィークデーと土日のですね区別はつくんですよ。私は休みませんからね。土日昔は休んでたんですよ。どうでしょうね、ここ5、6年休まなくなりましたね。土日休んでましたね。まあでも出てきてたかな。広告屋の時は確実に休んでましたね、土日は。まあ何かあったらで行きましたけど、お正月も8日9日ぐらい休んでましたね。お盆も1週間ぐらい休んでました。この YouTube やるようになってからですね、休みませんね。YouTube やる前はどうやろう、10年ぐらい前休んでましたね。7、8年前からはなんかこう出てくるようになりましたね。まあ家にいてもしゃあないですよ。だらだらしてるだけですからね。もうなんでやっぱり出てきてる方はなんかこう体調も悪くないしですね、毎日こう日課ですからね、ご飯作っていうことはないですけどね。まあ時々トースト焼くだけの時もありますし、買うてきたものを食べるだけの時もありますし、まあちょこっと調理する場合もありますけども、まあちょこっと調理が多いかな。スパゲッティなんかは自分でやりますけどね、茹でるだけ、茹でてまあ混ぜるだけですけど、まあそれはええとしまして、ですね、本題いきましょう。本題、もうすぐ5時でございます。あれだけ見ましょうか、ドルウォンだけ。いやちょっと押され気味ですね。 1355.51 というところでですね、また押され気味に戻りましたね。はい、本題はですね、毎日毎日ね、そのあれですよ、行きと帰りの電車の中、電車待つ時間はですね、スマホでヤフーニュースをチェックしてるんですよね。ネタないかいなと思いながらですね、やっぱりね、最近大谷選手のあの水原通訳の件はだいぶ少なくなりましたけど、大谷関係でしょ、中野球が多いんですよね。大谷選手をプチってやるからでしょうかね。で、大谷関係と、あと多かったのが、ね、自民党の39人処分問題ってありますよね。で、あんまり関心ないんですけど、まあでもまた岸田もアホなことやってるなと思いながらですね、なんかものすごくこう都合よくこうやりましたね。で、決してだから政権浮揚にはつながりませんでしたけども、恨みいっぱい凍ってますよね。この恨み勝ったのではないかという一人がこの世耕さんですね。これは昨日じゃあ5日かな、がですね、世耕氏追放でリーダー像を示す、岸田首相が意趣返し、安倍派裏金問題とかって、まあ読みませんけどね、こんな記事がいっぱい出てるわけですよ。で、どうもその世耕さんはですね、次の衆議院選挙、早ければ6月にあると、6月解散、7月選挙と、都知事選挙に合わせるんちゃうかって話がありますけどね。まあその選挙でですね、まあ遅くとも来年の9月までにはあるんですね。解散というか任期満了で。で、その選挙で和歌山新2区と言われる、まあ南側です。和歌山県ってですね、縦に長いんですね、簡単に言えば。で、北の方にですね、和歌山市という県庁所在地があって、南の方はですね、白浜みたいなところがあってですね、でそっちが二階さんのですね、まああれですね、本拠地ですね。で、その3区あったんですけど、2区に編成替えされるんですね。だから 1区は北側、2区は南側ですね、簡単に言えば。その2区は二階さんのところなんですけども、そこにですね、世耕さんがですね、こう出馬すると。で、自民党にいたままであればですね、自民党の公認争いになったんですけどもですね、自民党ではなく無所属で出るということをですね、世耕さんあっちこっち電話してるみたいなんですね。地元の市とか町とかそういうところに電話して、俺出るぞとかで言うてるらしいんです。で、今の世耕さんは何かと言いますと、参議院議員でして、和歌山全県区です。だから一応和歌山全県に対してですね、代表しているというのが世耕さんなわけですね。で、自民党離れたわけですから、自民党の公認争いをする必要ないわけですね。二階さんは三男を出すと言われてます。今回引退ということを表明なさったんでですね、三男を出して、その三男が多分自民党の公認になると思います。
だから二階三男対世耕さんという戦いになるんですけどもですね、まあ二階の三男も嫌われてるらしいですね。あ、なんか長男も三男もね、あんまり出来合いようないんですよ。なんかいろんな記事読んでると、あの僕は全然知りませんけどね、記事読んでるとどうもだから彼はですね、85の今までですね、自分がこう出てなきゃいけなかったわけですね。で三男に、三男って多分僕ぐらいの年でしょ、きっともう60ぐらいちゃいますか、きっとまあ50代かもしれませんけど、だいぶ遅いですね。でその三男は多分自民党の公認は取れると思うんですよね。でそこと世耕さん、無所属の世耕さんが戦って、えどっちが勝つねんって言ったら、まあコブラ対マングースみたいなもんですね、ようわからんみたいなですね、そうなるんちゃうかと思うんですけど、世耕さんもともとですね、いいおっちゃんイメージやったらしいんですけども、でですね、あの自民党の時代を担うリーダーというふうに言われてたんですけど、まず参議院議員であると。で参議院議員が今まで総理大臣になった試しはないんですね。だからとりあえず衆議院にくら替えしなあかんと、総理大臣を目指すんであれば、まあでもその前に自民党に復党しなきゃいけませんけどね、まあそれはまあ5年もあれはできるんちゃいますかね。二階俊博だって一時自民党は離れてましたからね。でですね、二階さんはですね、近畿大学の一族なんですね。で自分も理事長で、多分だから金はあるんですよ。自民党の公認になったらですね、最低でも1500万もらえるんですね。でその他多分2000万ぐらいもらえるんでですね、かなり楽なんですけども、無所属は自分の金で戦わなあかんわけだって。まあでも金の方はあんまり問題ないと思うんですよ。で問題はですね、その人望ですね。私見てないんですけども、どうも記者会見で秘書が秘書がって言いまくったらしいですよね。これはですね、ちょっとまずいでしょう。秘書が秘書がなんてわけないんですよ、ね、国会議員が。もう、まあ、お金なんか万円単位でですね、管理するはずですよ、本人が。人にもよりますけどね。で、その、人望をなくした、今回の件で人望をなくしたのと自民党の公認が得られないんでですね、どっちが勝つかわかりませんね。で、世耕さんの方はですね、無所属ですから、比例復活はありえないですね。で二階三男は比例復活はありえます。で和歌山の南なんていうのはこうなんて言いますかね、こうものすごい田舎なんです、ね、ものすごい田舎で、どう言いますかね、人が住んでるのかぐらいの田舎なんですよ。パンダは住んでますよ、白浜なんたらワールドにですね。パンダ3匹か4匹いるんですけど、いやもしかしたらですね、落ちるかもわからん。落ちたらただのですね、人なんですけど、この人の場合は近畿大学理事長という肩書きがあってですね、多分お辞めにはならないと思うんですよね。でこの人、昨日も言いましたけども、4万人近畿大学関係者がですね、やめろっていう証明をしてるんですね。だからですね、もしかしてですね、選挙に落ちたらですね、近畿大学の理事長もですね、辞めさされる可能性はなきにしもあらずですね。まあしかし、この方ですね、ずっとですね、こう次のリーダーの一人というふうに言われてきたんですけど、政治って怖いですね。転げ落ちる時には瞬く間にですね、転げ落ちるわけですよ。この人高々が1500万ですよ、パーティー券の裏金って。でこの人にとって1500万ってそんなに大金ではないはずなんですよ。近畿大の理事長でしょ。でいい金持ちでしょ。それでこう転げ落ちてしまうわけですよね。ちゃんと収支報告書に入れてですね、やってれば何の問題もなかったはずなんですよね。はい、まあそれはですね、この人の意思ではなくて安倍派という組織がそれをやってたということでですね、まあしゃあないなというところはありますけどね。はい、ということでございましてですね、この gg.com 読んでませんけども一応貼っときますね。そんな中の一つであるということです。はい、皆さんどうもありがとうございました。